どうしてね、そういうとこ行ったかというとね、私はね、狼と、それから犬、その違いをね、もっと自分の体で知りたいと思いましたね。僕はね、自分を自己紹介します。私はこういうふうで、こういうふうで熊と一緒に暮らしました。言うとね、そうか、分かった。じゃあ、うちのに近づいていい。普通だったらね、大変ですよ。もう許可を取ってね、もうどうしてこうしてこうしてこうして、もうそこまで行くのに大変時間がかかるでしょうけども、お互いの専門家同士で顔を合わせて、ちょっと話をするでしょ。そしてこうやって見て、そうか、お前ならいいか。おい、こうしよう、足を、はい、あそこはこうやれる。いろいろ都合をつけてくれるんですね。ここはアラスカでしょ？で、狼もいるでしょ？絶対ね、動物園に行きゃいるはずだと思ったんですよ。この赤土のね、すぐ近くにあるんですよ。それでね、ヒルトンなんかとね、宿舎にしてたんですけど、そこから歩いていけるんですね。で、ジョージの手を煩わすことなくね、いけるもんですから、で、ある日行ったんですよ。そしてね、こう見てたらね、ちょうど真ん中頃にね、狼のね、囲いがあるんですね。一つ、二つ、三つとね。いやー、これは閉めたと思ってね、ここでね、少しね、狼をね、よく見て、自分の中に狼を貯めてやろうと思って、朝行ってね、そうか、ああいう挨拶をするの。あれ、オスか。ああ、ああいうしてね、後ろからね、こういうふうにして手をかけるのか、なんてことをね、じーっと見てました。1日目が終わりました。で、2日目になりました。狼をね、ちゃんと見ることはね、めったないですからね、行ってね、じーっと見てました。そしたら、トコトコトコと女の人したんですよね。それで、叩くんです。何ですか？あなたはね、普通の人ではないね。どうしてわかりますか？だってね、狼の檻の前でね、一日中ずっと座ってる人ってめったにいないよ。めったにいないどころがね、初めてだよって言われました。いやー、本当にそうなんですよ。狼とね、犬の関係をね、知りたくてね、僕はアラスカまで来ました。あ、そう。じゃあ、うちの2頭の中に入ってみる？え？いいんですか？入りますか？いいよ、いいよ。おいで、鍵、ガシャガシャって。鍵、たぶんこんなもんです。カチャンチャン。はい。はい、なんか入って。いろんな国でね、私は特別扱いしてもらいました。四川省の山の中で地震があったでしょ。奥にパンダの特別保養施設があるんですね。そこ行ったんですよ。僕は動物が好きで、動物と自分の体を一緒にしたい。動物のそばに行ったらね、もう動物のするよりこうなるように自分を鍛えたいんだ、そう思っておりました。そしたらね、男性が来たんですよ。今さら何言うの？お前さんのことは全部知ってるよ。ええー、指がないだろう。
ありません。そこやったんです。ここから先はライオンにあげましたって言ったら、それも知ってんだよ。ここではニュースになってね、みんなでね、それ見てゲラゲラ笑ったんだよ。ほら、俺のここ見てくれ。ここ見せてくれました。肉はないんですよ。頑張って。どうしたんですか。パンダの野郎にガッてやられてね、これで肉持ってかれたの。あ、そうですか。もう、あなたではね、パンダもね、嬉しかったでしょうねって。何言ってんの。いや、それはそれで、あなたみたいに頑丈な男のね、ここの肉だったらさぞうまかったでしょう。って言って、冗談を言ったんですけど。それでね、その人はね、俺と一緒に、いろいろ見てみるか？2日前に生まれた子がいるから、それを抱かしてあげようか。触れるんですか？お前さんより特別に、許可する。でね、2人でずっと行ったんですよ。パンダの中に入ったんですよ。パンダがね、こうやって、向こうに。彼は、おい、来たよ、来たよ、そこに行くんですよ。ここへ、パンダがね、糸をついてるんですね、ここに。糸をね、シュッと通るんです。子供とったら、親が怒るだろうと思ったんだけど、怒らないんです、その人だったら。それで、こうやって、ほら。これですか。これを見たくてね。これ触っちゃってね。そうですか。こうやった。まだね、赤いですよ。赤いですよ。でね、もう本当に幼稚なね、もう本当、くすまめばね、潰れてしまいそうな子供をね、ほんと渡してくれるんですよ。お前ちゃんだ、そうか、そうか。そうか。で、僕は初めてね、生まれたばかりのパンダの子を触ることができました。そういうことをね、ちゃんとやらせてくれるんですね。外国の飼育者に対して私はね、この場を借りまして感謝の意を表したいと思います。本当にありがとうございました。もうね、普通じゃできないですよ、そういう経験は。それをね、させていただきまして、本当に、もう何とお礼を申し上げていいかわからないくらい、私は、その瞬間は幸福でした。ありがとうございました。もうその時の胸のときめきがね、今でもね、残ってますね。ちっちゃいやんちゃなパンダにまみれて遊んでたよね。そう、ちょうどこのズナぐらいになってるかな、そのぐらいのパンダがね、15頭ぐらい離してるああ、ありがまあしたるんね。ですね。そこもね、こうやって見てました。そしたらね、カッコンカッコン、お前入りたいだろうな、お前だったらね、噛まれないと思うよ。噛まれても処置の仕方を知ってるだろう。いや、まあそうですけど、パンダ初めてです。いいよ。入りたいだろ。で、ポスト入れてくれたんですよ。そしたらパンダがね、やっぱり知らないやつが来たでしょ。みんなね、ケツ向けるんですよ。ずーっと行って、こっちの高いところから登っちゃうんですね。で、行って。だから僕、そーっと入りましたね。来たよ。遊び来たんだからね。何もしないよ。一匹寄ってきた。いやー、かわいいなー。2匹来て、3匹来て、4匹来て、5匹来て。
スーッと見たのが後ろが来るんですよ。後ろから来るのが大変ですね。あれはね、かなり見るんです。背中もね、こうやって掴むんですよ。でもね、それは僕の体はちゃんとそういう時に適応しちゃうんですね。よしよし。で、鼻だらけになりまして、周りが見えなくなるんです。ここまでパンダじゃないか。で、一頭はね、ここからね、バーッとかけて、ここに手がついて、ガッと持ってね、いるんですね。これもね、動物好きとしては、忘れられない瞬間ですね。あれもね、中国の人は許してくれたんですよ。お前はね、俺たちの仲間じゃない。あれも嬉しいことの一つでしたね。